書式係は江戸の町奉行所や町名主の職務の文章の一つ。江戸時代、江戸幕府は物価の登記を警戒し、値段の引き下げに不信した。書式とは著種の商品、またはそれらの物価を意味する語で、書式係は物価の引き下げのため市中の調査、監督を行うのが主な任務であった。店舗の改革において、 江戸の10組問屋や大阪の24組問屋などの代表的な株仲間に限らず全ての問屋仲間、組合が強制的に解散させられた。これは人為的に価格や流通量の調節を行う恐れのある組織全般を解体し、自由な営業による競争と自由な取引による物資流入の増加によって物価下落を期待したもので、 そのために強制的な価格の引き下げと監視を行う、書式係より行きを町奉行所に設置し、株組織として、書式係名主を任命した。江戸府内を21組に分け、それぞれの名主に物価の調査を行わせ、町奉行所の市中取締書式長係は、その監督を取り行った。市中取締書式長係は、物価の不当な値上げを抑える役目を負い、 商品を不当に値上げした商人を町奉行所に出頭させ説有した。人員は、よりき、同心とも若干なとなっており、時に移動もあって定員はなかった。所訓屋やその他商業筋全体の事務を取り扱い、米の係は北町奉行所、魚青物の係は南町奉行所と決まっていた。この他にも町奉行所には、書式順卓係、 書式地下係といった役職が設けられ、書式に関する事務を司った。また、天保の改革の失敗後、加永4年3月に書店や組合を復活させる最高令が実施されたが、その際に町奉行や奉行所の役人、町年寄りと共に、書式係名主が最高のための膨大な事務処理に大きく寄与したことが、書店や最高庁に記録として残されている。 完成2年、完成の改革の折、江戸の物価引き下げ対策のため書式取り調べ方を設置。その構成員は、官庁所の官庁組頭や支配官庁町奉行所の寄り木、同心であった。完成3年には、物価統制のための書式係が、町名主の中から任命された。天保12年5月、北町奉行所に、市中取締り係が,りが、 南町奉行所では、市中取締書式係が設置された。また、市中取締県書式取調べ係も新設し、これを3巡る同心の兼務とした。天保12年10月に、北町奉行の指示で、市中取締係名主18名が任命され、11月には31名に、増員。翌13年正月には、 南町奉行の指示で書式取締り係27名が任命され、同年3月には、町年寄りの奈良や市江門が、市中取締り筋触れ方係を命ぜられた。また、同年2月には、市中取締りと、書式取締りの両係は兼務となった。他にも、町奉行所には、安政4年には、書式潤沢型貿易御用取調べ係が、慶応元年には、 書式値段引き下げ方取り扱い係が設置されている。藤田里市長、天保の改革 P147 硬化4年には、市中取締書式係は、よりきが南北部行所とも、各5人、同心は南が15人、北が14人。慶応元年には南北でよりき各8人、同心は各10名となっている。ありがとうございます。